アソティン軍は、アメリカ合衆国ワシントン州の南東隅に位置する軍である。2010年国勢調査で、の人口は2万1623人である軍長、所在地はアソティンであり、人口最大の都市はクラークストンである。軍名はネズパース族インディアンの言葉から取られており、うなぎの小川を意味している。隣接するアイダホ州、ネズパース軍と共に、 ルイストン都市圏を構成している。アソティン軍は1883年10月27日にガーフィールド軍から分離して設立された。アソティン軍は外して共和党の地盤と考えられているが、特に州全体に及ぶ選挙では民主党に投票する傾向があることでも知られてきた。現在、軍を代表する議員は民主党員2人、共和党員1人になっている。 2004年アメリカ合衆国大統領選挙では共和党候補のジョージ・ W ・ブッシュが60%をわずかに上回る得票率だった。ワシントン州39軍の中でブッシュが2000年の得票率よりも落とした11軍の一つになった。これと対照的に2000年の知事選で民主党員のゲイリー・ロックは60%近くを得たが、 二千四年の知事選は民主党員のクリスティーヌ・グレゴワールが四十一パー41%を得ただけだった。二千四年の大統領選挙で総投票数の二十七パーセントは法人化されたクラークスト市の有権者だったが、六十一パーセントはクラークストン郊外の未編入領域住人のものだった。その他法人化都市やソティンの票は六パーセント、その周辺の田園部四パーセント。 未編入庁アナトーン周辺で2%となっていた。選挙で最も競合する地域はクラークストンとその郊外である。2004年の民主党大統領候補ジョン・ケリーはクラークストンとウェストクラークストンの2つの投票地区では勝利した。ブッシュはウェストクラークストンの54%、クラークストンの55%、サウスクラークストンの57%を獲得した。 しかしクラークストーンハイツで64%、スワローズネストで67%とさらに大きな得票率だった。アソティンとアナトーンの周辺では2対1の差であり、アソティンの2つの投票地区の1積みが例外となった。アソティン軍のパルースアメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は641平方マイルであり、 このうち陸地は635平方マイル、水域は5平方マイルで、水域率は0.83%である。コロンビア川中流域にある、広くうねったプレーリーのような地形であるパルースの中に、ある。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。